出場選手登録を抹消されている阪神、青柳紅葉投手、30、が、交流戦開幕カードとなる30日、日本ハム戦、甲子園、での復帰登板が有力となっていることが20日、分かった。写真、岡田監督笑顔もピシャリ、2軍でなんぼへ言うてもすぐ上げへん、投手の入れ替えの方が熾烈。17日のヤクルト戦、甲子園、 は、6回5安打4失点で3敗目を喫した。同戦後に岡田監督は、もう今度はあれや、もう交流戦や。次、当たるの巨人やん。苦手な、左、打者、ばっかりやろ、と、老手通りなら先発予定だった24日、巨人戦、甲子園、を飛ばすことを明言。18日に出場選手登録を抹消した。青柳は27日から再登録が可能となる。 28日からの日本ハム3連戦は初戦から村上、大竹が登板する見込み。二腕は開幕からローテを守り続けている二人の後を受け、第3戦を任されることが濃厚だ。